それでは、始めさせていただきます。本日はお忙しいところをお集まりいただきありがとうございます。ただいまより第64回学長定例記者会見を開催いたします。私は司会を務めます広報グループの宮古田と申します。よろしくお願いします。まず本日の出席者を紹介させていただきます。皆様の正面が広島大学長越智光男でございます。どうぞよろしくお願いします。そして左手が広島大学理事副学長社会産学連携広報情報担当高田隆でございます。本日の進行についてご説明をいたします。本日はまず越智学長より発表事項1から3についてご説明いたします。質疑応答の時間はこの説明の後9時30分頃から用意しております。本日の会見は以上の内容を9時50分までに終了する予定にしております。なおお知らせにつきましては特にご説明はいたしませんので資料をご覧ください。それでは越智学長より発表事項1から説明させていただきます。よろしくお願いします。おはようございます。4月1日付で新学長に就任いたしました越智光男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の発表事項は3件ございまして、まず最初に広島大学病院、ファミリーハウス竣工式、竣工記念、式典へのご案内ということで、この会見の後にですね、式典がございますので、どうぞご出席をよろしくお願いしたいと思います。そして引き続きまして、2件目でございますけれども、産業技術総合研究所とより広範なですね、連携、協力協定を技術シーズの育成、社会への橋渡し機能強化へということで広島大学と締結するしたということでございます。そして3つ目でございますけれども、歯学部がですね、カンボジア歯科医療支援活動ということですね、子どもたちの歯を守りたいということで取り組んできましたことに関してご報告させていただきたいというふうに思います。まず最初のですね、ファミリーハウス竣工記念式でのご案内ということですけれども、内容を簡単にご説明させていただきますとですね、この広島大学病院のファミリーハウスは主に小児がんの患者さんの経済的あるいは精神的な負担を軽減するためにですね、作ろうとした宿泊施設でございまして、ご存知のようにですね、小児がんの拠点病院というのが全国に15箇所を選定されたわけですけれども、中四国で唯一この小児がん拠点病院というのはですね、広島大学が選定されました。これはここにおられます小児科の教授の小林正夫先生が中心となってですね、小児がんに取り組んでこられた証であるというふうに思っております。で、このファミリーハウスができることによりましてですね、ご家族の方に来ていただいて泊まっていただく、しかも一泊が1500円ということでありますし、日中だけの利用ということでありますと500円ということでですね、入院しているがんを患っておられる、また治療を受けておられる、小児の方にですね、そこにご家族と一緒に滞在してもらうというようなことが可能になるということでございます。詳細に関してはまた小児科の小林先生の方からご説明があるかと思います。この1件目に関して何かご質問ございますでしょうか。よろしいですか。それじゃあまた後でということで、2件目はですね、先ほど述べましたように、産業技術、総合研究所と国が今進めております産業や社会に役立つ技術の実用化、あるいは技術シーズの事業化を国家戦略として進めようとしておりますけれども、それに
少しでもですね、広島大学も支援をしたいということで、産総研とともにですね、まあ、協定を結んで、広島が大学が持っているシーズをですね、まあ、できるだけ有効に活用していただきたいということで、こういうふうな協定を締結をいたしました。まあ、もうすでにですね、平成19年の7月から昨年度末までバイオマス関連に関してはですね、連携協定、協力協定を結んでおりましたけれども、今年の4月1日からですね、より広範な連携協定をしようということであります。よろしいでしょうか。じゃあ続きまして、第3番目の発表事項でございますけれども、カンボジア歯科医療支援ということで、子どもたちの歯を守りたいということで、これまで歯学部はカンボジアだけでなくてですね、アジアの子どもの歯を守る会と、まあ、協力して、アジアことに、まあ、カンボジアを中心に、歯科医療支援活動を行ってまいりました。すでにですね、教職員、大学院生、学部生の有志からですね、181人が、まあ、行って支援活動を行ってまいったということでございます。延べ6300人の歯科検診や、まあ、治療を行ったという実績が、あります。まあ、こういうこと、この3件が本日の発表内容でございます。よろしいでしょうか。はい。それでは、これから質疑応答の時間とさせていただきます。大変恐縮ではございますが、ご質問の際は挙手の上こちらからご指名をお待ちください。スタッフがマイクを持ちます。また質問の前に社名とお名前をおっしゃっていただきますようお願いします。それでは質問のある方、挙手をお願いいたします。